待ち伏せしてみようぜ。待ち伏せす、あ、するんだね。もうほら、なんか、ボコリに行くスタイルじゃん。あ、なんか図書館はちょっと覚えてるぞ。おうおう、リーチ兄弟。向かい合わせになってた。うん、どうもっす。ハートの女王の法律。うん？第249条。フラミンゴの餌やり当番は、うん、ピンク色の服を着用すること。なんで？なんか、僕もフラミンゴですよっていう、フラミンゴの気持ちになりましょうみたいなことでピンク色の服っていう感じですかね。なかなかピンクの服見ないじゃん。スピンズ行け、スピンズ。今日は、君が餌やり当番だったはずだよ。ピンク色の服は、なぜ着ていないんだい？もう思いっきりマーカーとかで塗りつぶしちゃえばよかったのに。申し訳ありません。洗濯中だ。リオ長、どうか首をはねるのだけは。そんなに首はねられるの嫌だったらさ、もう洗濯してるびちゃびちゃのままで着ればよかったじゃん。あとあれだよ、あの白いシャツ、お前着てるじゃん白いシャツ。その白いシャツを紅生姜に漬け込んだら、あのピンク色の服になるから、もう洗濯中だったらもうあの寒さんち行って紅生姜くださいっつって、鍋に紅生姜と服入れて煮込んだらあのピンクの服になるから、今度からそうしなさい。くっせえだろうな。君がルールを破るのはこれで2度目だ。もう感化できない。何、2回もやってんの、学べよ。オフイズユアヘッド。あのちゃんと一発目じゃなくてちゃんと2回まであるんだね、その破っちゃいけないあれが。偉いね。それは偉いと思う。もうどんどんやってほしいもんね。そしたらもう学校で問題になるからどんどんやってほしい。5000文字の反省文と庭の草むしりを1週間だ。そしたら魔法を解いてあげよう。5000文字数えるの？5000文字。5000文字の反省文って何書くの？僕はから始まる。僕はフラミンゴの餌やり当番の際にピンクの服を着るのを二度も忘れてしまいました。つきましては今度からはこの中に着ている白い服を紅生姜に漬け込みピンクのシャツとして使用していきたいなと思います。これを今後後輩にも教え、ハーツラベル寮の伝統にしていったら良いのではないかと僕は思うんですが、いかがでしょうみたいな。え、何の話してんの俺。そんな、僕だってやりたくて首をはねてるわけじゃない。君たちがルールを破るからだろう。ルール違反を軽視することは君たちのためにならないんだ。わかったね。まあ言ってることはまあわかるんだよな。でもそのルール違反をね、やっぱ破っちゃいけないみたいな。ただちょっと硬くなりすぎなんだよね。この部屋の時計どれ見ればいいの？トレイ、ケイト、彼を外へ。もう死刑執行人のそれ。はい、リョウちゃん。ほらもう死んじゃってるよ。もう感情が死んでる。見てみこの二人の目。心今殺してますみたいな顔してる。お。なんかブロッドのこのシーン多いね。こんな多かった？ああ図書室。クローバー先輩。お前たちか。図書室で待ち伏せしていればマロンタルトのレシピ本を返しに来ると思ってました。俺たちやっぱ寮長のやり方に納得いかねえんだけど。うんだろうな。あんた実際あいつのことどう思ってんの？小さい頃からずっとそうやってあいつにペコペコしてきたわけ。誰から聞いた？ん、あのキービザルだったから来たよ。チェーニャというやつからです。すごかったよ。もうさっと行ってさっと帰ってったよ。チェーニャ、そうか、あいつか。うん、すごかった。あの首だけ出してきたよ。生首だったよ。あれこそ本当にモズの早に。あいつが首跳ねられてんじゃねえか。つうかよ、リドルよりお前の方が年上なんだろ。ビシッと怒ってやればいいんだぞ。もちろん必要があればそうするさ。うん、でも俺にはあいつを叱ることなんかできない。そんなに。なんで？リドルの全ては厳しいルールの下で作られたものだからだ。え？
あいつの両親は地元じゃ知らない人がいないほど有名な魔法医術師でね。うん、あ、そっか、地元一緒だからね。だから知ってるってことなんだ。てか、あれだね、医師の息子ってことだよね。両親がどっちもってことだから、結構なんかいい家には住んでるってことだね。特に母親は優秀な人で、リドルにも優秀であることを求めた。で、ほんとそういうの良くないよね。もう個人、子というものをも尊重してないよ、お母さんが。だからリドルは起きてから寝るまで学習プログラムが分刻みで決まっているような生活をしていたんだ。分刻み？トイレとかどうすんだろうね。うんことかさ。食べるもの、着るもの、消耗品から友達まで全部決められてた。だからそれしすぎると今度自分で考えられなくなっちゃわない？ちょっと怖いな。それでもリドルは両親の期待に応えるために黙って全部をこなし、10歳にしてあのユニーク魔法を完成させた。大体何歳ぐらいでユニーク魔法って生きるもんなの？そこちょっと知りたいんだけど。あ、でもあれか、デュースが1年生でそのユニーク魔法を取得してるから、大体この15、6歳とかなのかな。成績もミドルスクールからずっと学年首位を保持し続けてる。でもそれ単純に地頭がいいよ、じゃあ。地頭良くない人は多分それができないから、リドルは元より頭良かったんだよ。だからそういうことだね。それがどんなに大変なことか想像もつかない。自由がないって結構苦しいからね。反抗期迎えた時すごそうだけど、リドル大丈夫かな。つまり寮長があるのは親のせい。なんだかひどい。どっちも言え。だからまあ親がちょっと毒でしたよって。親のせい。毒は書いてないんだけどね。リドルは厳しいルールで縛ることが相手のためになると思ってる。まあそれしか教えられてきてないからね。厳しいルールで縛られて恐れで支配してこそ成長できると信じてるんだ。もう一番良くない、もうなんか刑務所みたいな。刑務所の何を知ってるんだ俺は。かつて自分がそうだったように。まあそれしか教えられてないならしょうがないよね。そこでなんかそうじゃない、こういうのもあるよっていう教えればいいんじゃない、トレイは。それが学生生活というものでは、特に寮なんだから。そしてルールを破るのは絶対的に悪だと思ってる。だってルール違反を肯定すればルールによって作られた自分の全てを否定することになるってこと。いや重すぎるんだよな、もう。重いよ。いいんだ、新しく一から自分を作ればいいんだよ。16なんてそんな若いんだから。お前たちがリドルを横暴に思うのはわかる。うん、リドルのやり方が正しくないことも。うん、だけど俺にはやっぱりあいつを叱ることなんてできない。そんな、泣いちゃってる。寮長にそんな過去が。まあね、相手のことを知った上だとね、やっぱこうそうだったのかってなるよね。だからな、愛がなければ見えないってよく言うけど、そういうことですね。今の話を聞いてよーくわかった。リドル寮長があんななのは、あんたのせいだわ。え？こわ、トレイの顔見てみ、これ。こわ。こわいもん、もう。2、3人殺してきたかもしれん。リドル寮長が親を選べなかったのはしょうがない。うん。でも、あんたは少なくとも、寮長の親が寮長にやってたことは間違ってるって昔から思ってたんでしょ。それは今の寮長が親と同じ間違いしてるって思ってるならちゃんと言えよ。直してやれ。かわいそうなやつだからって同情して甘やかしてどうすんの。もう急になんか覚醒した、急に覚醒したように喋るやん。まあ、でも、まあまあまあ、そうなんだけどね。あいつがみんなに嫌われて、孤立してくの見てるだけ？確かにそうなっちゃうもんね。どうなんですか、その辺。怖いんですよ、顔が。おい、エース！だからそれも正しいよね。うん。それとも何？あんたも首をはねられるのが怖くて黙ってるって。
だっせーな。何が幼馴染だ。そんなんダチでもなんでもねえわ。図書室だからさ、ごめんね、あのすごい言ってるところ悪い、図書室だからさ、あの他に図書室に人がいた時にさ、あの気まずいだろうね、なんかあなんかすごいこと話が気まずいなってなってるだろうね。こら君たち、図書室では静かに。ものすごくうるさい人来た。あんたが一番声でけえんだぞ。ありがとう、突っ込んでくれた。おっと失礼。まったく、図書室は静かに勉学や読書に勤しむところですよ。どうしてここ来たの。そうだよ君が元の世界に戻る方法について調べに来たんですよ。ちゃんと忘れていませんとも。本当？俺まだ疑ってかかるからね、本当に。私まだ 100% 信用してないあなたのことで、こんな片言なんだ俺は。私優しいので。やはり調べ物といえば図書室ですからね。やっぱ図書室なの。ネットじゃダメなの。ネットも駆使しないと。どっちも、本も大事だけど。別に新しく入った小説の続きが気になって誰よりも早く借りに来たわけではありませんから。ああなんだ、やっぱ調べてねえじゃねえかお前ところで皆さん、お揃いで険しい顔をしてどうしたんです。青春。それが話すの、これ話すの、これ。あ話したっけ。そう、あそう、うん。なんだ、ルーキーズ。ルーキーズ。二人寄り添って歩いて、永遠の愛を形にして、いつまでも君の横で笑ってたくて。ありがとうじゃ、まだ愛してるじゃ、ああ足りないけどせめて言わせて、幸せですと。あれもう何年ぐらい前、もう10年経つかな。なるほど、そんなことが。首輪を外してくれと謝るのも嫌だけど、穏便に寮長を説得できる気もしないと。まあそんなとこ。まあそうですね、そんなに寮長と馬が合わないというのなら転寮するという選択肢もありますが。そう、ただし今の寮は魂の資質によって闇の鏡が選んだものですから、変えるとなるとかなり面倒な手続きや儀式が必要になりますよ。過去に転入施設いるのかな。そこすごい気になるんで。何その儀式、何すんの、何その儀式って。転入か。でもそれってあいつに負けて逃げてる感じがしてすっきりしねえな。いやまあちょっとわかるわそれは。ではローズハート君に決闘を申し込んで、君が寮長になっちゃえばいいんじゃないんですか。無茶なこと言うなこいつ。あすっげえ、ほらもう図書室ですげえうるせえ。こら声が大きい。じゃあんたがそうやってやらしたんだよ。学園長が変なこと言うからだろ。変でもなんでもありませんよ。ローズハート君だってそうやって寮長の座を手に入れたんですから。そういえばナイトレイブンカレッジはどうやって寮長を決めているんですか。確かリドルは入学して1週間で寮長になったって言ってたんだぞ。前寮長に指名されたり、現寮長に決闘勝利したりなど、他にもいくつか方法はあります。今決闘の部分消えてたから、決で勝利したりっつったよねだからあれなんで、指名制か決闘かみたいな、まああるみたいだけど、他の今の寮長たちってどうやってなってたのね。大体がまあ多分前のね寮長に指名されてるんだろうけど、指名される理由があるから多分指名されてるんでしょうけどね。決闘はじゃあ今のところ出てるのはリドルだけなのかな。決闘というのはシンプルな方法の一つですね。でも魔法による死闘は禁止なんじゃ。死闘はね、正式な手順を踏み学園長立ち会いのもと行われる決闘なら話は別です。確か決闘の相手に事前にハンデを課すことは禁じられているから、リドルに謝ることなく首輪を外してもらうこともできるな。いやでも、即オフへされて結局また首輪されちゃうと思うけど、
寮長に挑む権利は入学した瞬間から全生徒に与えられていますよ。まあ本当、じゃあいつでも挑んでいいってこと？寮長はいつでも挑まれるってこと？ジムリーダーみたいな寮長ってジムリーダーだったんだ。どうしますか、トラッポラ君、ローズハート君に挑みますか？よし、なら一丁やってやろうじゃん。もうやるのか？なら僕も。もうやるのか？俺様もだぞ。もうやるのか？これ俺が参加する場合はあのドンキ使っていいってことですよね。グリム君、残念ながら別の寮生は挑むことができないんですよ。じゃあ俺はい寮長ってやっぱ言わなくていいってことですよね。じゃあ俺様の首輪は誰が外してくれるんだぞ。じゃあいい、俺がノコギリでやってやるからさ。怖えだろうな。俺が寮長になれればリドルに命令して外してやるよ。自信がまんま、まあ最初から自信持つのはいいことだと思う。くそ、俺様の実力を示すチャンスだったのに。いや、お前は炎しか吐けんだろう。お前たち本気か。デュースまでそんなこと言い出すとは思わなかったぞ。あね、デュースね、こういうこと言う人なんですよ。まだそっか、3日しかね、かかってないですもんね。あの、デュースはそういうやつなんですよ。もう、喧嘩と決まればもう、クリバットを持って、鎖を持って、バイク吹かし。俺が知ってるヤンキー、昭和のヤンキーだから。そうですか。男なら、一度はてっぺん取ってみたいじゃないですか。挑むなら断然チームの頭っすよ。こいつやったことあんな、チームの頭に。出た、ワルゴルク。え、普通だろ。いや、一般の方はあのあんまチームのてっぺんとか頭とか言わんみたいで、はいはい。では決闘の手続きは私が受け負いましょう。何か作戦立てない、そう、作戦立てないとやっぱやるんだったらってわけで。なんかいいアイデアない？エースが前から行ってデュースが後ろからのボコボコにするしかないんじゃないですか。リドルがかわいそうじゃ。正直魔法では寮長に勝てるイメージが湧かないな。でも拳でなら勝てるかもしれない。体格差とかあるからね。確かにあいつ貧弱そうなんだぞ。おっと、言い忘れてました、この決闘では魔法以外の攻撃は使用禁止ですからね。あ、そうなんだ。え、そうだっけ。はっはっは、ルールを守って楽しい決闘。決闘手続きは明日には終わっていますので、挑むタイミングはご随意に。では私はこれで。割とすぐ決闘できるんだね。よし、魔法にはちょっと自信ないけど、なんとかなるっしょ。捕獲魔法とか使えばいいんじゃないですか。お俺様の首がかかってんだから決まるんだぞ。あ、みんなの首じゃない？お前たち。どうすか、この子たち。いい子に成長すると思うんですよ。俺が寮長になったら、絶対僕が間違ってました、ごめんなさいって言わせてやるからな。おう。あと変なルールで、寮生をがんじがらめにするのもやめさせてやる。そうやな、頑張れ。頑張れ。プリキュア頑張れ。